部屋の掃除をしようと思って YouTube を流しながらしようと思って、ただほぼ YouTube 見てました。こうやってた、前髪邪魔だったから。そう、んで始まる前にあやらんとあのクローゼットの前にちょっと物いっぱい置いたから、いつもクローゼットでの前で配信してるけど配信ができなくなっちゃって、こんばんは。大変だ。寝る場所は大丈夫です。ちょっと模様替えしようかなって思っておる。壁は塗らない。あの物の置き場しょ、ベッドの位置とか変えようかなってなんか考えてたけど、レイアウト難しいですね、なかなか。こんばんは。春だから、確かにね、新生活。前回見れなかったけど届くの楽しみにしてます。キューするかからない全部1キスだったけど、お収納グッズになれば共有お願いします。収納グッズ髪長くなったね。ねん、足がき道初見だ。本当だね、雰囲気セクシー。なんでだろう、髪巻いてるからですか。こんばんは。前みたいにお部屋ごと変えるはしないの。いやーちょっと考えましたね。こんばんは。それも考えた。んが、それも考えたんがです。大変なのよ。ピラくん天地行きましょう。お結構背高い顔に見える。確かに176とかありそう。あどうしようかな。皆さんは模様替えとかしますか？頻繁にしたりする？なんかさ、その私が今考えてるレイアウトが、あのこれがベッドだとするじゃん。このこっちが頭ね、あの頭がついてるベッドなんですよ。あのこういうやつ、こうなったらさ、この鼻がさ、鼻がさテレビだとしたらこうなるのよ。わかるかな。あ、テレビの画面はここね。
そしたらさ、足元にさ、テレビ画面ってことじゃん。ちょっと怖くないですか？もし何か出てきたらみたいな。絶対にないけど、ちょっと怖く思っちゃうよね。そしたら足元つかまれるみたいな。その配置昔してました。え、本当？アマゾン今安いね。今日お話し会で教えてもらった。鼻をテレビにしたい。 頭や横から来られるより対処しやすい。そう？蹴れる？蹴れる。ありがとう。そうなのね。寝相の心配。違う違う、寝相は大丈夫だと思います。明日の倉敷楽しみ。早起きするね。お、私も楽しみです。まあ、せや、こんばんは。でも一回置いてみようって思って、その今自分が思ってる風に。しにくいかな。ちゃんと測った方がさ、いいと思うんですけど。測った方がいいんだけど、なんかテレビ台みたいにしとる、なんていうのあれ、カラーボックスがあって、それをベッドでさ、カラーボックスをさ、こう潰しちゃうというか、ちゃいそうな気もするのよ。そしたらそのカラーボックスの中に PS4 とか入っとるけんさ、DVD とか見たいときにさ、大変じゃん。でもそこに余裕をつけれるかわかんないんですよね、まだ。悩み尽きない。メジャーはあるんですよ。あるんだけど、偉いね、皆さん計画的なんですね。カラーボックスにね、扉は別にないんですよ。なんて言ったらいいんだろう。私の薬草も来たの？薬草じゃなかったって感じ。いいよ。何錠なんじゃろう。開いてるやつ。
しには余裕持たせた方がいいですよ。確かに言えてるぜ。カラーボックスの下に何か置けると、確かにね、何か置けるだろう。スタジオチャートリも当選してありがとう、楽しみ。テレビの高さが出ちゃう、まあいいですけどね。配信の後にまた模様替えするの、いやでも模様替えはやっぱりちゃんと一回さ、あのあれですね、片付けてから、すべてが片付いてからじゃないとできませんね。今日はもう寝るだけですか？いや、まだお風呂に入ってから寝ますね。ゲーム専用ルームお願い、ね、いろいろ作りたい。ゲーム専用ルーム、音楽専用ルーム、まあ、うん、ベッドってなんか大きくて大変ね。お邪魔な気持ちになるけど、でもないとダメやね。寝袋にしようかな。ハンモックにしようかな。まあでも、経験なんだけどロフトベッドはおすすめしない。なんで？私の父も結構長い間ロフトベッド使ってましたよ。今はもう変えたけど、父も。でも私はもう疲れたらすぐ横になっちゃうから、逆にあの階段ロフトがあったら、その上がる手間を疲れた時に専用に制御できるかもっていう考えとかもあったから、ロフトにしてないんだけどね。ロフトじゃない方がっていうか、背が低い方がさ、あのお部屋広く見えるっていうもんね。こんばんは。ロフト経験者結構多い、もしかして。月木金3日間ありがとうございました。こちらこそありがとう。すごい。
魂。ドラえもん見て押し入れで寝るのに憧れたけど蒸し暑いだけだった。やったんや。天井に映すプロジェクターあったらテレビなんかない。なんかでもね、テレビの気分の時とプロジェクターの時の気分があるんですよ。わかるかな。でもね、テレビはね、あの父が買い替えて、その父の部屋に一つ、あのリビングに一つ、私の部屋に今一つある、三つあるの、部屋に、部屋っていうか家にね、テレビが。私はもともとなかったんですけど、その父が買い替えたことでこうトントントンってお下がりとしてたまたまもらえたものだから、母さんはずっとあのあれだからリビングにいるから、ほぼ。欲しい欲しいとも思ってないと思う、多分。携帯でもテレビ見れる。お父さんの大型テレビが今道の部屋にあるの？うん、お父さんの部屋のテレビがもっと大きくなって、大きかったテレビがあのリビングに行って、リビングのテレビはそんなに大きくなかったから、それが私の部屋に今あるの。みちももはジャムくん、ちゃこちゃんと一緒に寝てるのね。うん、母の部屋もあります。そう、ちゃまちゃこはあの下で寝てる。うちのはゲーム専用テレビ。そう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 、モニターみたいな感じになってる。テレビ映んない。うん、ケージに入れておやすみ。いや、そうなんですよね、ゲーミングパソコン欲しいんですよ。なんでかっていう理由もあるんだけどさ。こんばんは。プロジェクターね、結構使ってたり使ってなかったり。ゲーマーに憧れてたんだ。いや、なんかパソコンはさ、キーマウとか絶対難しいなって思って、しかもそんなやり込む時間もあるかどうかわかんないしって思ったんですけど、スカイフロンティアさんがあの ST ラボでコラボさせてもらってる、スカイフロンティアっていうゲームがパソコンじゃないとできなくて、んで、そんなんやりたいやんってなってるから、そう、欲しいって思ったけれども、もう今でさ、今のお部屋でさ
ね、もうどうしようどうしようってなってるから、どこに置くってなるじゃない。携帯でできないの？そう聞いたんですけど、パソコンって言ってた。うん。ノートパソコンいけんのかな。備えようと思ったらわしもお金もかかる。いや、わかります。私もさ、なんかちょっと前にもさ、1年前ぐらいかな、1年半ぐらいかな、調べてたんですよ、ゲーミングパソコンについて。なんかリップになりたい。なんかね、もろもろなさ、周辺の機材とかいろいろ集めたらさ、もう100万円いくかいかんか、まあ、ピンからキリまでありますけど、その私が見てたのが、その YouTube で紹介してるなんかゲーム部屋紹介みたいなやつだったから高かったのもあると思うけど、でもピンからキリって言ってさ、ならさ、そのね、せっかく手に入れるならいいものがいいじゃないですか。そりゃめちゃめちゃもう最高峰とは言わんけど、そうって思ってたから、違うよ、もろもろ集めたらよ、一つでってわけじゃないですよ。モニターとかそこの、あのこんなボックスみたいなやつとか、そうそう、どのレベルでプレイしたいか、まあそうなんよね、それはしょうがない。30万ぐらいあればいける。本当？30あれば言う、そうなの？ノートは本当にやめた方がいいって。そうですよね、そうなんだ、ゲームの友達に、みんな詳しいね。そう、明日は岡山に行きます、楽しみ。そうそうそう、ゲーミングチェアとか、そうそうそう、いろいろもろもろを合わせてのやつですよ、私が見てたのはね。そうそう、ありがとう皆さん、今日はお話し会もありました、ありがとうございます。それでは壇上を読みます。13位17ラボさん12位MK31位フーさん10位シギさん9位キミさん8位ギルスさん7位ホジェさん6位ツボユースケさん5位ブルーさん4位トラッキーさん3位ナオさん2位マサさん、そして1位はドルルルンシャンナッカンさんでした。ありがとう。ステラキナンバー22位ドルルルンシャンナベさんでした。ありがとう。うん、明日は岡山に行ってきます。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。あれ56分、あ、ほんと？今正確な時計がないから、私の部屋の時計早いわ。じゃあもう12時になったもん、あの壁にかけてる方は、このね、見えないところにね電波時計があるの。今日場所が違うから。ありがとう。まだ57分だった。
私の壁のやつは12時なんですよ。見る？見せてあげよう。ほら。ふい。ね。わ、もうあった、もうあった。無印感すごい。ピンポーン。右上に見えてはいけません。見えていい、見えていい、可愛いでしょ。そう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 、ね、でも早い分にはいいんですよ。早く行動できるからね。遅いよりいい。バイバーイ。おやすみなさい。ありがとうございました。皆さんも。ゆっくりしてくださいね。ありがとう。おやすみなさい。